ではただいまから記者会見を始めます。本日12月13日、東京スポーツ新聞社制定プロレス大賞の選考会議が行われまして、本年度の MVP に新日本プロレス内藤哲也選手が、選ばれました。選考理由として、今年1年、選手の大量離脱を含めて始まった新日本プロレスにおいて新しい景色を作り上げたこと、会場のグッズ売り上げも含めてロスインゴベルナブレザポンの一大旋風を巻き起こしたことなどが、高く評価されまして、内藤選手の初受賞が、決定しました。それでは、内藤選手コメントの方よろしくお願いします。はい、まあ、この1年僕はこのプロレス大賞のためだけにプロレスをしてきたわけではないですが、まあ、結果として選考委員の皆様方に内藤哲也のプロレスを届けれた、しっかり届けられた結果この受賞になったんじゃないかなと思います。まあ他の賞に我々ロス・インゴ・ベルナブレス・デ・ハポンのメンバーの名前がないことには僕にとって疑問でしかないですが、この MVP 受賞に関しては僕は素直に嬉しく思いますよ。そういえば木谷オーナーが言ってましたよね。某選手を2億円規模のプロジェクトで徹底的にスターにするって。2億円かけた某選手は今回プロレス大賞の MVP を取りましたか？この MVP を取ったのは一銭もかかってない俺ですよ。一体俺にどんだけの価値があるのか。まあ少なくとも2億円以上の価値は俺にあるってことでしょう。だってさ、今年の2月の時点で彼と俺の間には2億円の差があったんだよ。2億円の差をひっくり返すってこれすっげえ大変ですからね。まあ少なくとも俺には2億円以上の価値があるってことでしょう。まあこのプロレス大賞 MVP もしかしたらね、今までのプロレス大賞史上最も価値のある MVP なんじゃないかなと僕は思いますよ。はい、今年の選考会議ではですね、21人の選考委員が参加しまして、内藤選手はその中で1回目の投票で18票、圧倒的な、票を1回目で集めまして、断トツの MVP 受賞となりました。ってことは、はい、選考委員の方々の中で3名の方は、いや内藤じゃないでしょうと、他の選手でしょうという方がいたわけですよね。岡田和親選手に2票とケニー・オメガ選手に1票入ってます。なるほど、はい。まあ、この世の中 100% っていうのはなかなか難しいことではありますけどね。やっぱそのお三方に関しては内藤哲也であり我々ロス・インゴ・ベルナブレス・デ・ハポンのプロレスを届けることができなかったと、そこに関してはねすげえ悔しく思いますよ。僕は満場一致での MVP を想定してたんで、その点、まあ、来年の課題ですかね。そのお三方にしっかり我々ロス・インゴ・ベルナーブレス・デ・ハポンのプロレスをお届けしたいなと思います。引き続きちょっと私の方が質問をさせていただきますけれども、今年1年を改めてですね、すいません、はい、ところでこれって東京スポーツさんに、東京スポーツさん的に、はい、最も、いや最もというか非常に重要な会見なんですよね。あの、まあ、プロレス大賞という行事自体はもう本当に弊社のプロレス班では最大のですよね、はい、俺もこのオクパードの中わざわざ時間を割いてきたわけですよ。岡本さんももちろんそれなりに気合を入れてきたわけですよね。あ、もちろんです。ということは、はい、もちろん携帯電話はマナーモードになってるはずですよ。いや、手を挙げてください。今僕が確認しますから。マナーモードになってるんですよね。こんな大事な会見ですよ、マナーモードにすることぐらい、ね、常識でしょ。いやいやいや、手を挙げてください。
大人としてのマナーですよ。今電話を鳴らしますから。私も果たしてマナーモードになってるのか、それともなってないのか、その答えは。手を挙げてください。あった。聞き覚えのあるサウンドですね。これ記者会見の時何度も聞いた音ですよね。これ東京スポーツさん的に非常に大事な会見なわけでしょ。すいません、ね、はい、これ大人としてのマナーです。焦っちゃいました。焦っちゃいました。そう、そこは要するに何ですか。トランキュー。そう、じゃあ続きをお願いします。今年1年を振り返っていただいて、どんな年だったでしょうか。非常に充実してましたよ、はい、非常に濃い1年間だったなと、まあ、僕はキャリア10年ですけど、非常に濃い1年だったなと思いましたし、皆様の手のひら返しをね、見るのが、感じるのがすごい楽しかったですよ。そうですね、デビューしてからプロレス大賞の賞に、今までは受賞経験がなかったんですけど、はい、いきなり MVP という最高の賞を受賞するという、こう一大飛躍というか、はい、になりましたけれども、僕にとってもこのプロレス大賞というのは、まあ、もちろんね、ファン時代から見てたし、結果とかもこういう賞があるのももちろん知ってたわけで、少なくともね、意識はしてましたよ、常に。でも一回ももう受賞することもなく、俺とは縁のない賞なのかなと思ってましたけどね、ここに来て東京スポーツさんも内藤に手のひら返しですかね、まあ、非常にいいことだと思いますよ。今プロレス界で最も神ってる男ですからね、俺に乗っからない手はないでしょう。では、神ってる内藤選手の来年の抱負というのはどういったものになりますでしょうか。来年、まあ、この2016年ここまでロスティングベルナーベルスで8本大きくしてきましたし、まあ、話題もたくさん振りまいてきましたからね、2017年一体どんな動きを見せるのか、どんな動きを見せると思います。この時間ですよ、この考える時間こそプロレスファンにとって一番楽しくて一番贅沢な時間ですから、我々ロスイングベルナーベスでハポンが2017年どんな動きを見せるのか、皆様で考えてそして楽しんでください。その答えはもちろんトランキーロー、アッセンド。はい、すみません、記者ですが、2011年から2015年までですね、ほとんど岡田選手と棚橋選手しかが独占していたと言ってもいいこのプロレス大賞、まあ、リング上でも存在感を発揮しされたと思うんですけど、まあ、そこの部分でも風穴を開けたというお気持ちあるでしょうか。やっぱプロレス大賞というと毎年、まあ、棚橋なのか岡田なのかというようなイメージは僕は持ってましたからね。まあ、それは IWGP ヘビー級王座にしてもそうでしょう。ほとんど決まったメンバーで常に回っていたと。なので、まあ、そうだな、まあ、結果的にね、風穴開けましたけど、まあ、風穴程度じゃないですよ、今回の MVP は。だって、まあ、3票逃したとはいえね、もうダントツで俺だったわけでしょ。なんなら棚橋なんて候補にすら上がらなかったんだよ。これからね、この二人は俺を追いかけてくることになるでしょう。しっかりついていきなさいよという感じですかね。しかも、まあ、今年は一度はアイドル GP ヘビーも取ってはいますけども、現時点ではそのインターコンチというベルトを持っての受賞という意味では、まあ、はい、これは多分史上初という形になります。史上初
それは初ですか。インターコンチネンタル、そうですね。おお。まあこのベルトもね、まあ東京ドームのメインイベントに出てみたりね、こうやってプロレス大賞 MVP を取ってみたり、非常に見る目があるんじゃないんですか、彼も。そしてこのインターコンチネンタル王座を持った男がプロレス大賞 MVP を取ってしまったと、これね、多分一番悔しい思いをしてるのはどこか遠くにいるあの男じゃないですか。彼が今どう思ってるのか、ちょっと僕は興味ありますか。あと先ほども岡本記者の方から、まあ、ロスインゴベナルデスデハポンの、まあ、この旋風と言えてますか、大丈夫ですか。ロスインゴベナルデスデハポンの、はい、このまあ大旋風、はい、まあ、本当にグッズを買うお客さんがもう非常に増えたりとか、はい、こういうなんですか、まあ、かつての NWO を思い出すような、まあ、このものすごいグッズだったりとか、まあ、本当に大夫さんの真似をしてっていうような、こういう状況っていうのは、どうしよう、1年前にはまあ思い描いていたのか、こういう状況、今、どういうふうに捉えられるんですか。それは僕も含めて、皆様が全く想像してなかったでしょうと。こうやってグッズを身につけてくれたり、応援してくれたり、それは嬉しいですよ。応援されて嬉しくないレスラーはいませんからね。まあ、ただ根本的に俺は変わってないですよ。根本的に変わってないですよ。ただ表現の仕方をちょっと変えただけでここまで景色が変わるのかと。なんか、だからこの10年間ほとんど僕の発言であり僕の行動は皆様に届いてなかったですけども、俺の考えてることは間違いではなかったんだなというのをこの1年間ですごい感じました。あの1年を通じてこう、はい、まあ、あの MVP 取られたわけですけど、ご自身で、はい、あの手応えを感じた瞬間みたいなのってありますか。試合の時とかその入場の時とか。まあ決定的に感じたのは4月の両国国技館大会の入場の時ですね。あの時感じた会場の雰囲気、今まで僕は感じたことのないような雰囲気だったので、いや今まで僕は新日本プロレス小さい頃から見てきた中でもうほとんど見たことのない、感じたことのないような雰囲気だったので、うわこれは新しい時代を皆さんは求めてるんだなと、新しい何かを俺に求めてるんだなというのを非常に感じながらの入場だったので、あの瞬間変わったなとすごく感じました。ちなみに岡本記者は、はい、MVP は誰に投票したんですか、ね、もしかして内藤に入れてない3人のうちの1人なんですか。いや、そういうのは一応まあ言えないというか。なるほど、はい、なるほど。つまり僕が内藤さんに入れましたよっていうと、残り20人のうちの3人になってしまうわけですよね。まあまあそうですね、はい、なるほど。そういう他の方がどういったっていうのはね、僕の一存ではちょっと言えないという。なるほど、はい、でもちゃんと岡本記者も1票誰かに投票したことは間違いないと。そうです。あ、なるほど。聞きたいですか、誰に入れたか。聞きたいですね。その答えはもちろん、まあ、なるほど、そういうことですね。はい、そういうこと。焦っちゃダメってことですね。はい、なるほど。ちなみに今喜びを一番伝えたいのはどなたになりますか。いや、僕はやっぱり僕をこのロス・インゴ・ベルナーブレスに招き入れてくれたラス・ソンブラ、ルーシュ、ラ・マスカラ、もう今抜けてしまいましたけどマルコ・コルレオネ、この4人にはねもう感謝しかないので、まあなかなかメキシコ行く機会もないですが、この感謝の気持ちを彼らに伝えたいなと思います。まあこの MVP という、もう大きな勲章を取って、まあこの次の舞台ってやっぱり東京ドームの棚橋宏選手だと思うんです。改めて、はい、そこに向けてのちょっと、
まあね、それこそトランキーロですよ。だってまだ後楽園大会2大会残ってるわけですからね。なんなら初日のメインイベントは高橋宏の凱旋帰国試合ですよ。まあもちろんその後楽園ホール2試合が終わったら東京ドーム大会に関してしっかり語ろうかなとは思ってますけど、まあ現時点でもね、遠くぼんやりは見えてますよ。東京ドームが浮かんでますよ。まあ今棚橋宏に感じることといったらやっぱ残念な気持ちというか、がっかりな気持ちというか、やっぱね、名イベントに出たかったんでしょ。彼は俺の言ってることが正しいんだと、俺を名イベントにしろと、それぐらいね、僕は彼に言ってほしかったですよ。よっぽどやっぱ2016年1月4日東京ドームで岡田に敗れたこと、そしてこの2016年全く存在感を見せることができなかったことが彼にぐさりと突き刺さってるんですかね。なんか自信のない表情でファン投票やりませんと、なんかあの輝いてた時の棚橋宏は一体どこに行ってしまったのかなと、僕は寂しい気持ちでいっぱいですよ。この寂しい気持ちをね、後楽園ホール2連戦で棚橋には変えてほしいなと、僕は彼に期待してますよ。はい、では以上をもちまして、内藤選手の、会見を終了させていただきます。改めまして MVP 受賞おめでとうございました。グラシアス。